Entrance of Life. Diorama Restaurant. もしもし、猫を保護したんですが。保護した猫を受け入れてほしいのですが、どうしたらいいですか？はい、まずは病院に連れて行っていただきまして、避妊去勢の方から説明させていただきます。その保護した猫ちゃんが明らかに3ヶ月から4ヶ月経っているかどうかの見極め、そしてその猫ちゃんが、体重でですね、避妊去勢に耐えれるかどうかの確認が獣医さんにより必要です。血液検査の結果によっては去勢避妊ができない場合もございますので、そのあたりは私たちにご相談ください。去勢や避妊手術とともに保護された方々に病院で必ずしていただきたいことがあるんです。その他に3つの検査をお願いします。はじめに便 PCR 検査でパルボウイルスのチェックをしていただきたいのです。そして2番目は猫ウェイズウイルスに対しては抗体の有無を、猫白血病ウイルスに対しては抗原の有無を、一つの検査キットで両方一遍に判定できる検査をしていただきます。最後に飲みだに駆除や便の虫の検査などをしていただきます。私たちは保護した猫ちゃんを里親さんへ紹介する前段階として2週間の待機室を用意しています。検査後には2週間待機させる場所が保護された方々にある場合はお互いに連絡を取り合い、お連れしていただく日を調整します。最後に保護していただき感染症が陽性の場合は受け入れることができません。何卒ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。なお、ジオラマ食堂ではご予約をいただきました方々に里親エントリーができる仕組みになっています。営業日が毎日の面談会です。どうか皆様で一匹でも多くの小さな命を家族にしてください。 Entrance of Life Diorama Restaurant